景気の問題で私の方からですね、あの本土の議長が今日の主な目的が広島長崎への平和記念式典の参加ということだけれども、歴代の国連総会議長でですね、広島長崎の平和式典に参加するというのは歴史上初めてのことだと、心からこれ歓迎したいということを話しました。そして特にですね、議長が核兵器について、広島長崎への原爆投下についてですね、人類史上の悲劇だと、二度と繰り返してはならないと述べ、そして被爆者の苦しみに心を寄せる発言を繰り返しされていることに感謝したいという話もいたしました。そして地球的規模での核兵器廃絶という点でお互いに協力したいということを話しました。そしてこの間、私がオバマ大統領に書簡を出し、返書が届けられたという一連の経過についてもご説明申し上げました。議長の方からはですね、議長の任期が9月15日までなので、議長としてできることはやはり限られているけれども、今後ですね、核兵器のない世界ということで協力するという点での一致が得られました。そしてオバマ大統領の演説に関わってはですね、私の書簡も読んでくださっておられて、そしてオバマ演説については高く評価したいと、そしてああいう演説に対してですね、世界がそれを後押しすることが大事だということをですね、おっしゃられておりました。で、そして大変オバマ大統領に対する高い評価と、そしてそれを言われたことをですね、行動に移すことが大事だというようなですね、そのために国際的な協力が必要だという、そういう話し合いをいたしました。それから原爆投下に関わったですね、ティベット市もカトリックだったと、クリスチャンだったと。で、まあこれは米軍の軍人として命令を遂行したという面があったけれども、しかしクリスチャンの教えからすればそれに反するものだったと、こういうふうに考えているという、まあ、そういう話がですね、今多くのさまざま言われているということも言われておりました。それからオバマ発言に戻りますけれども、大変印象的だったのはやはりアメリカという国ではまだまだ原爆投下を正当化する議論が根強いという中で、ああいう発言したことは勇気ある発言だということをおっしゃっておられました。ですからオバマ大統領に対する私の書簡も読んでくださっておりまして、ですからこういう点でも両者の立場の一致が得られたと思います。で、やはりこの問題はこれから先はですね、世界の平和を願う世論がどれだけ後押しするかにかかってますから、それをぜひお互いやっていきたいということで、そういう話し合いです。ラテンアメリカで起こっている事態について説明がありまして、でこれはですね、ラテンアメリカでシモン・ボリーバル以降ですね、ずっと探求してきたラテンアメリカが統合してですね、自主的で自由な世界になっていくという夢がですね、ついに実現する非常にいい時期を迎えているということを述べるとともにですね、その中でですね、資本主義という体制ではこれはやっていけなくなっていると。資本主義というのは儲け第一で、人々の幸福を損なっていくと。ですから資本主義という体制そのものがを乗り越えていこうという動きがですね、このラテンアメリカの大きな変革の中から生まれているという話も先方からあり、それは私ども日本共産党を目指すですね、資本主義を乗り越えた未来社会に進もうという方向と同じ方向を向いているということを私も嬉しく思って、そういう話もいたしました。やはりデスコト議長が一番情熱を注いだのは世界経済危機の下でですね、国際的な経済機構がですね、IMF とか世界銀行ですね、こういうものを中心になっていて、あるいは G7、G8 中心になっていて、
もっと一番この今度の危機で被害を受けている途上国がのけものになっていると、でこういう事態を変えようということで G192 ということを提唱して、そういう方向に大きく進んだということがですね、一番の議長としての大きな業績であったと思いますし、私はこの業績高く評価したいし、この点では議長も一歩踏み出したことに意を強くしておられたということです。あとは核兵器の問題は先ほど言った通りで、この点での協力は議長としては9月15日までですけれども、その後も有力なですね、国際的な政治家として活動していくことになるわけで、協力していこうということで一致したと思います。